今日はですね、ワイヤレスマイク使ってやっておりますんで、ちょっとお見せしますけれども、これです。これがワイヤレスです。でもう一方いるとき、これは有効になります。さて、それではですね、今日1回目から入りまして、4回目、これが私のデスクトップでございます。ライブ配信をしていく上で、何が自分のこのスキルを上げる要素になっているかというエラーを繰り返して行っているわけですよね。いろいろとこう、ああ、こうしちゃダメだ、ああしちゃダメだという、そのエラーがあって、続いていける。今度はこういうふうにしないとダメなんだなということが 自然と分かってくるということでございます。それで、テロップを出しますと、今日はですね、Facebook、今 Facebook というのは下の方に出ておると思いますけど、現在私がライブ動画を配信している配信先は Facebook でございます。 Facebook で流れていっておるということでございますんで、それを見せるとですね、映像がこうかぶさってきちゃうところがあるんですよね。ちょっとお見せしましょうかね。こちらが Facebook で流されているところの、それで、それを自分自身がどういうふうにこうスキルを上げていくかということで、Facebook 以外にも YouTube の方にも配信しております。で、ビズネットの、私ビズネットという会に入っておるんですけれども、その会ではVimeo を使って配信しているという方もおります。今度例会があるときには、そういったところでもライブ配信をやっていきたいと思っております。で、ライブ配信っていうことで、ちょっとカメラを切り替えます。ブラックマジックのダヴィンチリゾルブユーザー会というところがございまして、そちらの方で私講義を受けているわけですけれども、これはこういう感じでマイクロソフトさんも出してくるんですよね。これはちょっとまずいです。さて、これがフュージョンですよね。フュージョンっていうのを10月の27日ですか、受けました。で、見事なフュージョンの作品も見ましたけれども、ためになったのはためになりましたよね。そういったことで私もフュージョンを手がけておりますけれども、この光景は渋谷です。ここに渋谷、クランブルスクエア、クランブルスクエアに、これはムーンです。ザ・ムーン さんが出ております。こういうところで、時間は9時過ぎておりますんで、ここにもこれも、これは照明じゃないですからね。月、カーソルが見えない、見えますね。カーソルでここが月になっております。で、JR 渋谷駅。はい。ここにね、昔行ったのんべえ横丁というのがあるんです。で、多くの方が楽しい時間を過ごす。今週の土日は大変。今日は31日ですから、どうだったでしょうかね。のんべえ横丁というのは学生の街としても、渋谷、にぎわっておりますんで、学生さんが楽しむという場所でもありますよね。で、仕事帰り、ここ立ち寄る人も多いですね。ザ・パブリック・スタンドとかいうのも、ザ・パブリック・スタンド。かっこいいよね。なんかアメリカ的じゃという感じしません？ここにはもう入ってみたいなと。ゆくゆくは入ってみたいなと思っております。はい。これで最後になりますかね。Facebook というロゴが出ておりますけれども、このログをどこで変えればかな。3回目ですか。結局、そのライブ配信っていうのは、待ったなしで、やっているというところですよね。その流れ的に、例えば自分の作った作品を見せるということもできるわけですよね。これを流しますっていうな、これを例えば、ここで陰点を打って、陰点とアウト点を打って、それでリピートをかけて、そして P を押す。
て、で、スペース。1回目は遅いですよね。2回目から速くなります。こうで、ようこそ利平という感じで、流れると。まあ、こういうのを作るのが、フュージョンなんですよね。フュージョン。フュージョンっていう、のは、その、ブラックマジックの出しているダヴィンチリゾルブの中に入っている一つの、エディットとか、フュージョンとか、カラーとか、フェアライトとか、たくさんありますけども、フュージョンという場所で、こういうアニメーションを、これはテキストアニメーションと言われますよね。テキストアニメーションをこう作ったと。で、そのダヴィンチリゾルブユーザー会でも、そういうフュージョンの使い方と、こういう形で使えるよというようなことで、やってまいりました。で、一つ利口になったのはですね、時間が10分になりますね。また続きはまた明日ということで、フュージョンというものが楽しいですよということだけお伝えして、今日のライブ配信は終了させていただきます。音楽をオフにします。これはフィーダー。それで、こちらのこれですね、FTB を押して、